はい、必死スタジオの下です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、こちらのデジタル一眼レフ機である 1DX Mark II とミラーレス機である R3 ですね、この2台のボディを使っていかにね、どうカメラが進化していったのかっていうお話をしていきたいと思いますので、興味ある方は見ていってください。こちらの 1DX Mark II は現行品ではないんですけど、1世代前のキャノンでいうところのフラグシップ機、一番ねハイエンドのカメラになります。発売時期が2016年の4月に対して、こちらの最新のカメラである R3、 こちらはミラーレス機なんですけど、発売されたのが2021年の11月です。その間5年間のラグがあるんですけど、この5年間の間にカメラってかなり様変わりしていってるんですよね。そこについて詳しくお話ししていきたいと思います。まずサイズと重さですね。ちょっとねランクは違うんですよね。この 1DX Mark IIはキャノンでいうところのプロフェッショナル機っていう風に分類されてるんですけど、 R3 はあくまでもハイアマチュア機という立ち位置になってます。カメラのランク的には差があるんですけど、まあ同じように縦位置一体型のボディなので、そこら辺も踏まえて比較すると、まず重さと大きさが全然違いますよね。もう本当に親と子ぐらいのサイズ感の差があるんですけど、重さにもねそれぐらいの差があります。こちらの 1DX Mark II は 1.5kg 台に対して、 R3 は 1kg 台になっております。比較すると非常に軽量なカメラになってます。まあその一因としては、やっぱりこちらの方にミラーが入っててペンタプリズムも入ってるので、こっちの方はねそこが端折られてます。ミラーレスなので、ミラーが入ってないボディなので、比較的軽量でコンパクトにカメラが作られるようになってきました。で、構造上ね、この一眼レフ機ってミラーを介して撮影するカメラになってしまうので、このミラーが邪魔してセンサーまでの距離が伸びてしまうんですよね。レンズとセンサーまでの距離がどうしても伸びてしまうので、レンズの設計で言うとこっちの方が制約があります。専門用語で言うとフランジバックって言うんですけどね、センサーからレンズまでの距離がどうしても一眼レフ機の方は長さが生してしまいます。これ距離ね、なぜ大事かっていうと、光を取り込む距離がね伸びてしまうので、その分ね余計なレンズをもう1枚かまして、効率よく光を取り込まないとレンズがね設計できなかったりするんですけど、それに対してこちらのミラーレスはもうすぐ近くにセンサー面があるので、フランジバックの距離が短いので、割と自由度の高いレンズが設計しやすくなってるんですよね。その点はこっちの方がだいぶメリットが大きいと思います。ただね、ちょっと脱線はするんですけど、レンズに関してはこちらの R3 で採用されてる RF マウント、このマウントですね、このマウントで作られてるレンズたちは相対的に見るとだいぶ大きくなってるんですよね。 EF マウントのレンズたちと比べたらだいぶ大きくなってるので、総合的に見るとボディ自体は軽くなってるのに、同等の例えば85の F1.2 というね、レンズをつけちゃうと実質同じぐらいの重さになったりとか、2470もそうですね、2470のニッパチのレンズをつけてもだいたい同じぐらいの重さになるので、ボディ自体は軽量化が図れてるんですけど、キャノンはレンズに関しては逆行してるというか、高性能なんですけどだいぶ大きめなレンズをボンボン作ってるので、そこら辺は重量的なメリットが実際にあるかどうかって言われたら微妙なところではあるんですけどね。まあソニーに関しては、そのレンズ設計もね結構コンパクトに、してきてるので、非常に軽く運用できるメーカーさんになってると思います。ちょっと脱線はしたんですけど、続きまして AF のお話をしていきたいと思います。 AF ですね、オートフォーカス。オートフォーカスに関してはやっぱりね、この一眼レフ機と比べたらこのミラーレス機の方がはるかに性能が凌駕し始めてます。これね、逆のことが言われてたんですよね。5年以上前は逆のことが言われてて、ミラーレス機って AF の性能が遅いとかね、そこまで高くないとかっていう風に言われてたんですけど、この5年間でねもうあっという間に凌駕、しちゃってます。全てにおいてそうなんですよね。例えば AF が効くエリアの広さだったりとか、合わせやすさとか、追従性能、どれをとってもこの R3 の方が
凌駕してます。構造上ね、 AF エリアの広さを広げるのが難しいのか、この 1DXM2 ね、覗いてみて AF がね合わせられるエリアのね広さを見るとだいぶ狭いんですよね。一方でこの R3 はほぼ全域のところでフォーカスを合わせられる守備範囲の広さもありますし、追従性能もほとんどねカメラ側に任せて追っかけることもできます。でそれに加えてですね、人物の検出能力も高いですしね、瞳 AF もありますし、それどころか乗り物 AF ね、車とか電車とかそこら辺を認識する能力もあります。であとは動物ですね、動物の認識能力もあるので、例えば鳥とか犬とか猫とかそこら辺の動物たちの検出することができるので、 AF に関してはねもう本当にこの R3 というか最新のミラーレス機の方がはるかに性能が上がってると思います。であとはですね、操作性能ですね、後ろの面を見ていただくとこんな感じになってるんですけど、操作性はまあだいぶ近しいんですよね。このフラグシップ機である 1DXM2 を参考にしたであろうデザインがされてるので、両方ともね基本は使いやすいです。それに加えてですね、この R3 はサブ電子ダイヤル2といって、このダイヤルがね一つ追加されてるんですよね。だから露出関係の設定をここに割り振ったりとかすることができるので、だいぶ使い勝手は向上してます。でそれに加えてセンサーですね、スマートコントローラーっていって、ここセンサーが乗っかってるボタンなんですよね。ここを使うことで手動でね AF エリアを瞬時に合わせることもできるようになってるので、めちゃくちゃ使いやすくなってます。まあここに関しては 1DXM3 ですね、この子は 1DXM2 なんですけど、 1DXM3 がここにスマートコントローラーが乗っかってるので、デジタル一眼レフ機の方でも最新の機種は 1DXM3 だったら乗ってるんですけど、やっぱ最新のカメラの方がさらにブラッシュアップされてます。でちなみに今日撮影で使ってる R5 に関しては、自分はちょっとね操作性にイラつくことが結構多いです。だから順番で言うと R3、1DXM2、R5 っていう順番で操作性は使いやすいかなと思います。だからここら辺はねミラーレス一眼レフ機の違いっていうよりも、その機種によってもだいぶ差は出てくるんですけど、最新機種の R3 はだいぶね 1D 系を元にさらに使いやすくブラッシュアップされてるので、操作性も全然負けてないというか、むしろこっちの方がより使いやすくなってます。であとはですね、バリアングルですね、このように画面を自由自在に角度調整することができるので、ローアングルだったりとかハイアングルの撮影、俯瞰の撮影とかもね簡単にできるようになってます。キヤノンのねフラグシップの一眼レフ機はもう全部固定式なんですよね。 1DXM2 も 1DXM3 も固定式になってるので、モニターを見ながらの撮影の自由度はこっちの方が劣ります。まあ、フラグシップ機は堅牢性の観点から見てこの固定式を続けていくっていう風に言われてたんですけど、まあね、ちょっとやっぱ時代的にはバリアングルとかチルト式が主流になっていくと思います。現にソニーのフラグシップ機の α1 もチルト機ですし、ニコンのねフラグシップ機である Z9 に関しては4軸チルトを採用しているので、フラグシップ機の堅牢性を踏まえた上でもここら辺は稼働できるモニターになっていくと思います。まあ、今後ねキヤノンもフラグシップ機のフルサイズミラーレス機が発売されたとしても、絶対固定式じゃなくて何かしらね稼働できるバリアングル機もしくはチルトを採用してくるんじゃないかなと予想はしてます。明らかにねこっちの方がやっぱ使いやすいんですよね。固定式よりも動かしながら撮影できる方が圧倒的に撮影はしやすいんですよね。自由度も高いですしね。で続きましてファインダーです。ファインダーに関してはやっぱり大きな違いがあって、一眼レフ機は光学ファインダーになってるんですよね。さっきも言ったようにこのミラーとペンタプリズムを介して実際に動いているものを光学的にタイムラグなしに確認しながら撮影できるスタイルになってます。で一方でこちらの R3 のファインダーに関しては電子ビューファインダーになってるんですよね。まあ、通称 EVF ですね。EVF になってるので、その電子的に映された画像がここに表示されるので、どうしてもタイムラグが生じます。ただこの R3 に関してはそのタイムラグさえも本当に全然気にならないレベルで、素早くというかもうオンタイムで表示してくれるレベルの表示の速さを誇ってるので、何らね問題なく使えると思います。
います。 95% のカメラマンはタイムラグを気にせずファインダーを見ながら撮影できるようになってると思います。あとはですね、こう実際に露出を調整したりとか色温度を調整した状態を確認しながら撮影できるっていうのもメリットだと思います。光学ファインダー OVF ですね、光学ファインダーで覗いて撮影する場合、露出が合ってるかどうかは確認できません。あと色温度も確認できません。一回シャッターを切って画像に記録しないと実際にどんな色味なのか、どんな露出で撮れてるのかっていうのはシャッターを切らないと確認できません。ミラーレス機はね、そこら辺が確認しながら撮影できるっていうのもメリットの一つだと思います。ということでファインダー自体もやっぱりこっちの方が性能良くなってますよね。ただ一部ではこの電子ビューファインダーの方は長期的に見てね、視力に悪影響を及ぼすみたいな話も聞いたことがあるので、まあ、因果関係は不明なんですけど、長期的に見ると目への負担は電子ビューファインダーの方が負担は大きいかもしれませんね。はい、続きまして画質に関してはここ5年間でそこまで進化はしてないんじゃないかなと思います。ここ10年スパンでのお話をするとだいぶ進化をしてるとは思うんですけど、ここ5年間のお話で言うとそこまでその劇的に何かが変わってる、進化してるっていうことはあんまり感じません。まあ、それぞれね癖はあるので、そこら辺の癖の差はね理解して使えばその画質に関する差っていうのは正直そこまでないんじゃないかなと思います。どっちかっていうとレンズ性能に依存する部分なので、カメラ本体の画質の差っていうのはそこまでないとは思います。例えば癖で言えばこちらの 1DX Mark II はもう非常に素直なカメラで、色味もコントラストも非常に癖の少ない撮りやすい絵作りが、されてます。ただ今までずっとね、14年間キャノンのカメラを使ってきた中で言うと、この 1DX Mark II は赤みがね、だいぶ強い傾向にあります。発色がね高いんですよね。なので、そこら辺ね、あの強く出がちなところをロー現像の時に赤みをちょっと抜いて納品することも結構ありました。はい、まあそんな癖が 1DX Mark II にはありました。で、一方で R3 は難聴でコントラストがねちょっと弱めです。取っ手出しは、コントラストは若干緩いです。で、 R3 もね色転びに関しては特に感じないんですけど、やっぱりね取っ手出しの色味もコントラストも若干控えめになってるので、それぞれねカメラマン側の方で癖をしっかり理解してチューニングしてあげればいいんじゃないかなと思います。というわけで画質に関してはこのカメラ本体自体での5年間の差っていうのはそこまで感じなかったです。あくまでもレンズとかそっちの方がより重要な部分かなと思うんですよね。続きましてレンズに関してですね、レンズに関してはやっぱりこの EF マウント、さっきも言いましたけど EF マウントよりもこの RF マウントの方がだいぶねレンズ設計の自由度が上がってるのかわからないんですけど、だいぶね性能は上がってます。まあ最新マウントっていうところも関係してると思うんですけど、 RF レンズは EF レンズと比べてもだいぶ進化を遂げてると思います。例えば同等のね EF の2470の F28 の2型とRF の2470の F28 と比べてみても、だいぶ RF レンズの方が性能は格段に上がってます。まあ比較動画ね出してるので見ていただきたいんですけど、最短距離が短くなってるのでよりアップで撮れるようになってたりとか、開放から周辺の解像度がくっきり撮れたりとか、逆光の耐性が強くなってたり、手ブレ補正が乗ってたり、 AF の速さもねめちゃくちゃ速くなってます。カメラ側だけじゃなくてレンズ側のね速度も明らかに向上してるので、そこら辺の基本的な性能はだいぶ進化してます。過去に使ってきたいろんな EF レンズと RF レンズ比較してるので、もしよかったら過去の動画見てみてください。まあ、さっきも言いましたけど、そのフランジバックの距離の短さの優位性でだいぶレンズ設計はしやすくなってると思います。ただしキヤノンはそこら辺の L レンズ、赤レンズに関しては総じて大きくて重たいレンズになってます。 EF の赤レンズ、L レンズの方がもう一つコンパクトなレンズたちになっているので、そこはねもうちょっとコンパクトを目指しても良かったんじゃないかなとは思いますね。はい、ということでこの5年間のデジタル一眼レフ機からミラーレス機への進化についてお話したんですけど、もう仕事の観点で見たらあともう数年で一眼レフ機は残念ながら淘汰されていくと思います。もう仕事のしやすさ、効率化などを合理的に考えても、この一眼レフ機を使うメリットっていうのが本当にね、少なくなって
ってきてるんですよね。で、弱点と言われてたバッテリーの持ちの悪さも R3 は克服しつつあると思うんですよね。今日撮影で使ってる R5 は本当にバッテリーの持ちがめちゃくちゃ悪くってどないなってんねんっていう感じなんですけど、 R3 はまあまあ1日の撮影ほぼほぼ1本で撮影しきれるぐらいにはなってきてます。あと光学ファインダーはラグなしで確認しながら撮影できるっていうメリットもあったんですけど、 R3 はもう本当に遜色ないレベルで EVF で表示してくれるので、もうラグなんかもね分かんないレベルになってます。で、業界全体を見てもペンタックスか、はい、ペンタックスを除くほとんどの会社がもう最近はね一眼レフ機作ってないですよね。去年はもう本当にペンタックス以外はねデジタル一眼レフ機は作ってませんよね。だからほとんどのメーカーさんは完全にねリソースをこっちのねミラーレス機に注ぎ始めてるんですよね。で、キヤノンのね社長でさえね一眼レフ機のフラグシップ機は 1DX Mark III が最後でその後継機はもう作りませんっていうね名言もされてたりとかするので、もう実際ねやっぱり一眼レフ機はもう終焉のフェーズに入ってます。で、いち早くねミラーレス機に情熱を注ぎ始めたソニーに至ってはもうここ10年近くね一眼レフ機を作ってませんでしたからね。はい、ということでこの世の中は全体的にこのミラーレス機に時代が移り変わっていってるんですけど、ここからはですねこの終焉に向かっていってる一眼レフ機の生き残る道についてお話ししていきたいと思います。この一眼レフ機の残された道っていうのは、まあ、趣味というジャンルですね。さっきは仕事目線で言ったら効率化とかね合理性とか使いやすさっていう観点で見たらミラーレス機の方がはるかに性能が良くなっていってるっていうお話しましたけど、趣味に関してはその合理性とかあんまり関係ないですよね。一部の趣味で使われるカメラマンにとっては合理性も重要だったりとかすると思うんですけど、あくまでも趣味という観点で見たら一眼レフ機にはね魅力がいっぱいあるんですよね。一つ魅力を挙げるとするとこの光学ファインダーの気持ち良さですね。電子ビューファインダーと比べてやっぱりこの光学ファインダーの方が生の絵を見ながら撮影できるので撮影はね気持ち良かったりするんですよね。この電子ビューファインダーはやっぱりそのデジタルファインダーを除いたとしてもデジタルの画像が表示されるので撮っててテンションが上がるのはやっぱり一眼レフ機の方が高めなんじゃないかなと思います。合理性で考えたら電子ビューファインダーかもしれないですけど、覗いて見た感じの気持ち良さは光学ファインダーの方が気持ちいいっていう人は一定数ねおられると思います。で、あとはですねシャッター音ですね。シャッター音に関してはこのミラーがあることによってこの一眼レフ機の方がねキレのいいね小気味いいシャッター音になってることが多いです。まあこれはねカメラの機種にもよるんですけど、この 1DX Mark II は特にシャッター音ねめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。はい、これレンズつけてないんでまだちょっと音がこもりがちなんですけど、レンズをつけてシャッター切ると本当に気持ちのいいシャッター音になってます。に対してこのミラーレス機はねミラーが入ってないので基本音はね静音だったりとかしますし、この R3 に関しては電子シャッターでもシャッター音が鳴るような設計になってます。ただねこの音が結構しょぼいんですよね。シャッター切ってみると、はい、こんな感じの音になっております。はい、どうしてもやっぱこう電子的なサウンドになってしまってるので、シャッターを押して気持ちのいいのはやっぱり一眼レフ機の方が、うん、爽快感はあるんじゃないかなと思います。で、ミラーショックがねこう指にね伝わってくる、その反動がね伝わってくるので、シャッター切った反応がね指先に伝わってくるので、こっちの方がやっぱ気持ちよさはあるんじゃないかなと思います。メカシャッターでねシャッターを切ると若干ね反動はあるんですけど、電子シャッターでシャッターを切るともうね反動はないんですよね。指先に伝わる反動がないので、やっぱりそこら辺の反動とかねを味わいたいんだったら一眼レフ機の方が気持ちいいと思います。だから合理性を考えたらミラーレス機の方がだんだん良くなっていってるんですけど、撮ってで楽しいとかねそういう感情面でのお話をすると一定数ね一眼レフ機の方を支持される方々はいてるんじゃないかなと思います。で、あとは価格ですね。価格がね、ミラーレス機の方が全体
対的に高いんですよね。例えばキヤノンが出してる R6 はキヤノンでいうところのスタンダード、ミラーレス機、フルサイズのミラーレス機っていう風に明言されてるんですけど、そのカメラでさえ30万します。はい、で、その R6 と同等もしくはそれ以上の一眼レフ機、例えば 5D Mark IV ですね。 5D Mark IV の方が安くね手に入るんですよね。 R6 が30万に対して 5D Mark IV はこうランク的に、カメラのランク的にはもう一つ上のランク付けなんですけど、25、6万ぐらいかな、今20万半ばぐらいの値段で買えるので、明らかにこのミラーレス機の方が全体的に割高な価格設定になってます。だから趣味としてスタートするには若干高めなんですよね。もちろん EOS R とか EOS RP とかそこら辺の廉価版のカメラたちも出てるんですけど、まあ、レンズとかねそこら辺をトータルで見たらやっぱりねちょっとミラーレス機は価格設定が高めな傾向にあります。だから趣味として使うカメラとしては一眼レフ機の方が予算的にも手の出しやすいシステムになってるんですよね。レンズもそうですよね。例えば同等スペックの RF の2470の F28 と EF の2470の F28 の2型を比べてみても、明らかに EF の2470の F28 の2型の方が安いんですよね。半額ぐらいかな、もうそれぐらいの価格差があったりします。であとはね、もうこの EF マウントのレンズたちはもう潤沢にね中古市場にも出回ってるので、中古で買ったらもうさらに安く、同等スペックのレンズたちが3分の1とか4分の1の値段でレンズを手に入れることができるので、予算的に考えても一眼レフ機の方がもう一つね安く手に入りやすい傾向にあります。だからねもう時代はね移り変わっていきますよね。フィルムからデジタル一眼レフ機、デジタル一眼レフ機から、ミラーレスっていう感じで時代は流れてはいくんですけど、まあフィルム機がね未だに愛され続けてるように、このデジタル一眼レフ機も今後もね細く長く使われるシステムになるんじゃないかなと思います。はい、という感じですかね。でこっからはですね、もう菱田の個人的なこの 1DX Mark II に関するお話をおまけでねさせていただきたいと思います。このカメラを買ったのが発売当時の2016年の4月に買ったカメラで、自分にとっては初代の 1DX から 1DX Mark II 2代目のフラグシップ機の、カメラになりました。まあ、2016年から2020年までの4年間ですね、菱田家のね生活を支えてくれたカメラになりました。はい、6年前ですね。だからねプライベートで言うと、まあ、上の子と下の子が生まれた時代にこのカメラを使ってました。でそしてですね、この YouTube ですね、 YouTube の初期の動画はこちらの 1DX Mark II で撮影しておりました。今見返すとね色もライティングもひどすぎて笑えるんですけど、まあ、自分にとってはそういう思い出のあるカメラになりました。それと同時に自分にとっては最後の一眼レフ機のカメラとなりました。はい、1DX Mark III はね買わなかったんですよね。きっとねキヤノンが素晴らしいフルサイズミラーレス機を出してくれるって信じてたので、間に発売された 1DX Mark III は自分は買わなかったので、自分にとってはこの 1DX Mark II が最後の一眼レフ機になりました。はい、というわけで自分にとってはね思い出の深いカメラにはなったんですけど、まあ、今後はね、フルサイズミラーレス機を使ってガンガン仕事はしていこうかなと思ってます。 1DX Mark II お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、というわけで今回は以上になります。それではさようなら。